卓上時計のバックライト向き、エレクトロルミネッセンスとは、無機化合物の蛍光体に電圧を引火すると起こる、新生エレクトロルミネッセンスである。一般的に硫化炎などを基質として使用し、そこに銅などの単色発光する物質を添加して、焼結することで作成できる。ムキエルは、発光層の形成方法により分散型と薄膜型に対別できる。 分散型は発光物質を媒体に均一分散させた層を形成するのに対し、白膜型ではスパッタ、蒸着などにより層を形成する。さらに、駆動方法により、それぞれを直流駆動型、交流駆動型に分類できる。しかし直流動作型は安定した長時間動作が確認されておらず、現在商用利用されているのは交流駆動型のみで、ある。 駆動電圧は、硫化縁を使用した場合、交流電圧 100V からと高電圧なため、直流の低電圧で駆動させることができる有機、L より開発が遅れている。現在の使用用途としては、携帯電話のバックライトなどで三原色発光させるものはあまり登場していない。その理由に三原色それぞれの色再現性が非常に低いことが挙げられる。 しかし発光面の大面積化に対して直接的な障壁がないことや無機材料を用いることによる長寿命などの長所もあり、有機エルと同様開発が進めばディスプレイやテレビ、照明などに応用できる。有機エルと違い機密を確保する必要がないため塗装が可能。それを利用した製品も発売されている。ありがとうございます。